アズールレーン。DD449 ニコラスでーす。番号は後ろだけどフレッチャー級で、一番初めに浸水した船だよ。戦歴は主に火力支援だけど、それと、陣痛を撃沈してヘレナ姉ちゃんを助けた。他の戦いはあまり言うことないよ。もう帰っていいの？最初に浸水したフレッチャー級のニコラスだよ。出撃するより母校に引きこもってたい。ねえ、いいでしょ？指揮官と違って、私どこにも行きたくないの。どこにも。指揮官？もしかして、私サボりすぎて出撃しなきゃならなくなったの？獣王の魚雷怖い。指揮官もヘレナ姉ちゃんのように放任主義にしてはどう？私のこと。訓練、やる気出ない。全然出ない。寝てないよ。いや。任務って、やらなきゃーってことじゃないよね。指揮官、一段落ついたので、帰っても？E メールってのがあるのに。お帰り指揮官。ねえねえ、私もう帰ってもいい？委託が戻った。私も帰った。すごーい。ヘレナ姉ちゃん。水面下も注意だよ。勝利を目指してってどう？ MVP は私か。珍しいもんだね。やっぱり母校から出ない方が。帰りたーい。部屋からは絶対出ないぞ。眠くないよ。ちょっと目が開けられないだけだよ。指揮官、暇してたら私の部屋でゲームやらないかなって。ずっと部屋に引きこもってたら、あんま指揮官とは会えないよね。どうしよう。指揮官の部屋に引きこもったら、指揮官を見ながら寝られるよね。指揮っていつまで続くのよ。眠い。帰って寝たい。指揮官もそう思わない？指揮官、今日は何月？ちょっと寝すぎて、体が大きくなっちゃった？はぁ、ずっと寝てたからね。出かけなくてもやれる仕事は、私に任せていいよ。魚雷、枕代わりもギリギリいけるかも。別に今でも毎日寝てるわけじゃないよ。まあ起きている間でも動きたくないけどね。ニコラス、夢はスタチューになる。寝てないってば。バカ。